好。私は日本から来た渡辺義隆と申します。日本の建築士で古い建物の調査とか、設計をしています。私が初めて台湾に来たのは2011年、日式住宅研究会という団体の一人として来ました。それで台北とそれからいくつかの町を見たんですけれども、予想していたよりもたくさんの古い建物が残っていて、そしてそれが直して使われているということに強い感銘を受けて、それから一人で何度も来るようになりました。多分ですね、日本の古建築、古い建物を保存する専門的な技術は多分高いと思うんですよね。お寺とか文化財を直す力は結構高いだろうと。しかしそれが町の中にあるそういう建物に行き渡っているかというと、決してそうではない。で、私は絵を描くのが好きなので、こういう、ノートに建物の絵を描くこと、そしてその時に感じたことを、文章で残すということをずっと続けています。多分それには2つの意味があって、一つは建物の特徴、そこに込められた技術をきちんと記録をしておきたいという気持ちが第一です。で、2つ目は台湾に残っている日式建築ということで、そこには歴史のいろんな物語があるはずです。で、それはいい面、明るい面と暗い面両方があって、そこに住んでいる人たちからその話をきちんと聞いて、それを言葉で残しておきたいという強い気持ちがあります。